その領域の力は。ヘルダルフがいる。間違いない。大詰めってやつ？前のようにはいかないぞ。そうあってもらわねばな。どういう意味だ。行く先々に兵馬の領域があったのは偶然だとでも。全てあんたの手のひらの上だ。そう言いたいわけ。敵に塩を送ったつもり。軍で指揮を取っていたやつだ。今も何か企んでいるのかもしれない。駆け引きってわけ。スレイさん、油断なさらないで。謎が多すぎる。不気味ね。家族を失って投獄してた者はここまで変わっているのよ。孤独な奴はそうじゃない奴とは時間の流れが違うのさ。で、こいつが本当にマオテラスと結びついてんのか、どうやって確認すんの？当たってぶつかるしかないかもよ。それは危険すぎる。じゃあどうするのかしら。ヘルダルフ、答えろ。お前はな、何笑ってんだ。あまりによく喋るのでな。わしは最下の剣士、貴様は同志。この両者の開口はすなわち戦い。そうであろうが。うわぁ、スレイした。来るぞ、みんな。見せてみよ、同志。お前という器を。蹴落されるもんか。俺があの時と同じ青二歳どもとはな。どうしてお前何か言う。どうだ。嬉しいか。何、このまま戦えばわしを撃てる。そう感じているだろう。それこそがお前たちの望みであろうが。何なんだお前。わしにはそれがただの欲望に見えるぜ。溺れるか、その甘美な泉に。ライラ、決着をつける。どうしたの？スレイさん、このまま決着をつけることが後悔のないスレイさんの答えなんですね。そうね。今の私たちの目的はこのヒゲ猫と戦うことだけだったかしら。最下の剣士を沈めることが同志の使命。違ってはおらん。やれるもんならやってみろって挑発したのか。違う。何か狙ってやがる。サイモン、ここに。邪魔者を除く。はっ、現実ですわ。中将、みんな。もう遅い。遮断できる。がほどに強いものですと10分程度しか。申し訳もありません。まあ、いよいわ。何をした、ヘルダル。
しますわ。立ち暮れん天皇は前のとおり暮れんのゴーラン一点集中天皇は下がれ学ぶ危ねえ長きは真実負けえ君とゲット天皇熱波扇風機終わらせる次を吠えろ雷神総統が立ち暮れ水の刃なえ扇風炎を燃え上がれ私それ学べない入れできないよ勝利の期待から不安焦燥死の予感へと失礼して気持ちを強く持ってこの者はライラやはり邪魔だ侮ってこい主の神言お家熱人応援喝采ぬおゆる攻撃焼き付けせ今夜引きる焼き通りボイスメイマライダーヘルダルフはまだ答えを出せてない俺につけ込もうとしてるそう言いたいんだろうこのままこいつと戦ってたらもっとつけ込まれてどうにもできなくなりそうだスレイさん、わかりましたわみんなを助け逃すものかよいきますよ、一点集中、絶風昇波とにかく弱点を攻めるしかない熱波旋風陣スレイさん抗うな嫌だ絶対に諦めない抗うことそのいびつさに気づくがよいサイモン重視を解けはっ何を抗ったとてどうにもならぬことを受け入れよう同志やめろなめんなってばねライラーボエスメイマー形勢逆転かな撃つのか天族であるそのものを私の仕事は殺すこと覚えといてサイモンガイのままにロゼもはやロゴするのは無駄だな王子スレイわしに下れ共に世界を元の姿に戻そうではないか最下の天使と共に行く先などただ汚れあるのみそんなことそれの何がおかしい何もせずとも汚れは生まれごく限られた浄化の力を持つ者によってのみ滅せられるこれが自然なことだとでも言うのか昭和は人も天族も傷つける存在ですだから汚れに抗うことが自然だと少子だ汚れに抗っている者と身を任せている者どちらが苦しんでいたかこれまでの旅路で目の当たりにしたろ自分が苦しいのが嫌だったから他のみんなもそれが嫌だと思ってるんだどう
しスレイ。もう一度言う、わしに下れ。人々に恩恵を与えるために汚れに抗うことを課せられ、天族と称されて縛り付けられている者たちを氷魔という本来の姿に戻すのだ。断るよ。では雌雄を決するとしよう。それも断る。今はその時じゃない気がする。言うことよ。いずれその身で知ることとなろう。世界の人と天族の真の姿をな。間違いない。あいつはマオテラスとつながってんな。奴の汚れに遮断された時、気配を感じた。だが、マオテラスの影も形もなかったじゃないか。もっと考えて。見えてないと思ってたのに、実はずっと見えてたとしたら。見えてるのに意識してなかった。これ大地か。奴とつながってるものがグリーンウッド大陸を器としてるって。そう、そんな奴は一人しか考えられないってわけだ。だがそれなら。そうだとしてさ、大地を浄化するってできんの？それにヘルダルフが器になってんならわかるけどさ、大地を器としてるのがなんでヘルダルフともつながってんの？マオテラスを探そう。ヘルダルフが本当に大地を器としてる氷魔となってしまったマオテラスとつながってるとしたら、マオテラス自身を浄化しない限りヘルダルフを沈めることなんてできない。だがこれまでの旅路データマオテラス伝承にも所在を示すものなんかなかったぞ。メービンさんを探しましょう。メービンおじさん？そうか、彼もマオテラス伝承を追って旅を続けているんだったら、何かマオテラスの手がかりを得てるかも。けどおじさん、どうやって見つけよっか。私に心当たりがありますわ。ローグリンの遺跡を守る方々に会いましょう。決まったわね。じゃあ行くわよ、ミボ。わかったからつつかないでくれ。いいのかね、これで。信じます。これは賭けですわ。